チャオ、あちゃんです。今日ちょっとね、8月1日、土曜日ピカがね、CD ラジカセ欲しい言うてね、ドンキ買いに来たんやろCD ラジカセ買ってで、3000円、4000円ぐらいで、これを君だよ。なんか今ね、カセットとか CD とか、あの古い音源が流行って、 CD じゃカセットか流行ってるんやって。で、音がなんかやってて、結構見直されてるらしいんだけどね。そうじゃなくね、なんかあれやな、CD がね、そのとこで場所で聞きたいって、CD ラジカセ壊れてん、うちの。ね、買いに来て、あっちも欲しかったしね。うちのって、その聞けへんし。うん。ハートのいちご大福とやったけど、ハートじゃない、普通。ハートあ、ハートになってんのか。変なのか、潰れてる。いちごだよ。いただきます。持っとこう。うん。なんかね、アイスボックスに銀色のやつを入れる。ここ減るね。一刻気に入れもん。味わいよね。うん。もう。うん。でも。炭酸強いね。アイスボックスにサイダー入れても、もう流行ってね。流行ってるマイブームやね。それで、刺したいけど、コンセント入ってへんな、ほんの入ってるよ、落ちてるよ。うん、入ってるよ。アイスボックスのせいで片手くさがってる。電池もいらないね。もうそれどっかで聞けねえ。刺さるけど折れてるな。うん、え、違う、刺さるんだ。怖くてその近くでも見られる。いいんだ。CD ラジオさんも早速せず、車に CD ついてるから車で聴きゃいいのに。なんでやんの。これであっちゃんがね、昔から取りだめたカセットテープが聴けんねん。カセットテープ、うん、あれビデオテープか、うん、ビデオテープのうちいっぱいあるやん。これがビデオテープもいっぱいある。邪魔なんか捨てたのかなと思ってんけど、こういうのもあれですかね。逃げといたり、ちゃん飲まれたわ。めっちゃ飲んでいい。食べるこれ、雪見大福。ちょっと待って、面白い、いちご。ちょっとゆるっと、暑いのよ、今日も。昨日見ましたけどね、昨日暑かった和歌山。でね、そう、昨日和歌山行ってね、めっちゃ暑かったね。で、まあ、お茶は結構飲んだ。お茶を2本、ジャスミンティーを500、2本飲んだでしょう。で、OS は経口補水液1本飲んだから、で、あとコーヒー。とか飲んでるから、水分自体は2リッター近く飲んでんねんけど、あのね、お茶は体にたまらない。利尿作用あるから出てしまう。要は汗になって出てしまう。おしっこになってね、汗になったりして出てしまう。コーヒーもそうらしいんやけど、だからやっぱりね、水分が足らんのかミネラルが足らんのかじゃないけど、昨日夜中足何回もつってさ、今日朝からも起きてきて足つってね、
で、海水片舐めて水飲んでたん今日朝からね。うん、マシになったよ。足の裏とかさ、ふくらはぎがめっちゃつんのよ。うん。ね、要は足とかつんのはね、あれやん。うん。でね、こっちがそういうのつんでんじゃん。これ電源使えへんの、うん、本当に取るわ、ついた、美味しかった、ごちそうさま。でね、足がね、ちょっとつったみたいになって、うん、なんかおかしかったんだよ、体が。ね、もしかして、結構、足が頻繁にするときって、水分足らんときが多かった、水分とか、ミネラル不足が多いから、そうかなと思って、塩舐めて水飲んだら、足つらんくなった。まあ、不思議というか、まあ、それがまあ人体の仕組みなんやろうけどね、びっくりしたわ。消えた？消えた？ちょっと小腹すいたね。ランチボックスのカレー買ってきて、ランチボックスはスナックサンド。フジパンのね、ランチボックスの、これ安かったね、44円。50% 引きやってね。もう庶民期限は今日までやから、多分安かれとったけど。これちょっと食べようかな。一旦一個ずつ、半分ずつしようかな。カレーの感謝、いただきます。さっきね、うまい。ちょっとね、エバーグリーンで、うん、2個買おうかな。バカなバカなの、さっき。今週の僕が買ってたよ。もう、ダイエット当時ね、エバーね、買ってたよ。どうしようか。お願いします。あ、アイス。これ、溶けんね。移動すんで。はい。ということでね、エバグリーン行きます。そこからね、エバグリーンもそこなんでね、カメラ回しながら行きましょう。エバーの肉のね、魚はいっぱいあるから、昨日買ったから、お肉を買って帰ろう。うわ、飛んでるやん。海入れんのか。向こうから寝られんな。向こうから出た方がよかったな。いっぱい。元祖1975年です。センス1975元祖スナックサンドビーフカリー。美味しいね。カレーがちょっと残ってるね。駐車場から出られん。
信号か、私も出れるか。信号かって見たい。何をしてるんだ。一番前のやつは信号変わったら見かへんなの。何を狙わされたの。出れへんやん。中国のさ、うん、食事の始まりのあの変な、うん、感覚みたいな、あんな音も聞こえる、うん、出れへん。どっかが出してくれる、優しい。左で出てるんだよね。みんな割れ先みたいなやつばっかりやからね。こんだけ並んどったらね、信号こっちで見れたくないのは分からんでもないけど、こういうの入れ合った方がね、スムーズに行くのに、車1台に入れたら変わらへんのに、ね、こういうのでね、渋滞起きんねん。で、渋滞起きたら温暖化というのか、ね、そんな温度が上がっちゃう。が結構入れろ。6本。あ、1みたいなやつが何本。よし、ワット使わないかもな。でもパソコン使えるかな。パソコン結構ワット使うのできるけど。結構容量高いやつやね、それ。まあ、そんなこんなでね。で、番組によって、お肉とか買って。今日別に何も買うのはお肉ぐらいかな。来週のね。魚類の肉、今日カレー取ったけど、カレー違うて魚な、お刺身な。ちょっと今日はね、お刺身にしよう。天ぷらしたいけど、明日しようかな。明日天丼しようかな。暑い暑いですわ。今日はね、ドンキ行ってエヴァグリー行ってで帰ります、うん、あ、東島村行く。島村行こうかな。前ね、シャツ欲しいって何個いってアベル行ってんけど、犬なかったよね。で、帽子欲しいとね、缶忘れたよね、ヒカが。だから一番ぐらい寄って帰ろうか。暑い。パン食べながらちょっとお腹が膨れ。これね、買い物の極意やでんけどもね、今日はね、今週の分かかんときでいきなり行こうかみたいな。だからね、だから食材も来たついだから、今日こうといたら来週頭買わないでいいでしょ。まあ暑いから出て行きたくないです。だからお肉だけ買って帰ったら来週1週間も行けるわと思って、慌ててもう出てたから、何来週のレシピ考えてないね。こういうときっていらんもん買うてもらうねんね、ついつい。だからね、お腹が空いてると欲しいものがいろいろ出てくるね。いらんもん買って、お腹をちょっと満足させるといらんもの買わんくなるねって。ちょっと、うわ、満車やって。GPS を受信できません。
つえな。オカリナ見ながら。一番遠いとこ。お買い物しに行く？聞いてない。行く？いや、もういいよ。新しい、ね、CD 使ってね。ちょっと行ってきます。